皆さんヨガを学ぶことによってやっぱ変わりたいと思ってるんですよね。そうですよね。いや、私は今のままでいたいからヨガを学びたいとしないですよね。現状ね、このままでも十分幸せなので、そうするとヨガなんかきっと学ばないですよね。まあ言っちゃ悪いですけど、多分今の皆さんは今のままでは満足しない。今のままでは幸せだとは思ってないので、きっとヨガをこう学びに来てるわけですよね。きっとだからヨガを学ぶことによって何かね、違う自分、素敵な自分、幸せな自分にこうなれるんじゃないかなと思ってると思うんですよ。いや、僕はそもそもそうでしたからね。で、ヨガっていうのは、ヨガの歴史はすごい長いんですけど、数千年あるわけですけど、ただ数千年かけて皆さんと同じようにヨガの行者さんたちがね、やっぱりどうやったら幸せになれるのかなって、自分の体と、ね、心をいろいろこう実験して、そしてこういうふうにしたら幸せになれるんだっていうね。だから数千年のヨガの行者さんの知恵の体系化されたものが今僕らに伝わってきてるんですよね。なので、ヨガをすることによって誰でもやっぱり幸せになれるんですよね。だからさっきね、ハセピョンが、まあ、ハセピョンって言ってないから、えって思うから、長谷川めぐみって言うんだけど、まあ僕はハセピョンって言ってるんですけどね。まあね、ハセピョン先生がね、え、なんつったっけ、さっき。ハセピョンの説明してるうちに自分の言いたいこと忘れてきたよ。いやいや、ハセピョンがね、俺何を説明したかった。俺なんかいいこと言ってもらった、さっき。ちょっとじゃあそこカットね。 ちょっと今のハセピョンの話から全部なかったことにして。 いや、だからさ、ヨガを学ぶことによってね、これはだから誰でもこう幸せになれるはずなんだよね。あ、思い出した。 あったあった。いやいや、私はワクワクしてますよって言ったじゃん。いや、僕もだからさ、本当にワクワクしてるわけよ。なんでかっていうとね、だからこんな20名の人が土曜日か土日の養生講座って20人って初めてなんですよね。もうすごい、だから大勢の方に受けていただいたっていうのはすごいありがたいんですけどね。そしてだからこの20名の人たちが今日からですよ、みんなそれぞれ人生が変わっていくんですよね。その瞬間なので、だから今日という日はすごく僕らとてもね、ワクワクしてますよね。いや、これ本当ですよ、間違いないですよ。だって去年養成講座を卒業した人たちが40人弱だよね。40人弱の人いるんですよ。で、まあ今日皆さんにこうやって自己紹介してもらうんですけども、去年もずっとビデオでこう撮影してたんですよね。で、だから自己紹介のやつも全部撮ってたんですよ。で、1年経って卒業するときに、じゃあみんなで1年前どんなだったか見てみようって、こうスクリーンに映し出すわけね。そうするとね、やっぱりみんなが、いや、私こんなんだったかしらってね、私もこんな変わったけどさ、誰々ちゃんも相当ひどかったねみたいなね。 いや、もうみんなそうだったもんね。みんなそうなのさ。いや、もう見た感じも違うし、だから1年前と比べてね、もう喋り方雰囲気もガラッと変わるんだよね。みんな変わるんだよね。だから、まあ去年そうでしょ、して今木曜日の人たちが皆さんよりも1ヶ月早くスタートしたんですけど、したら17人の種類ですよ。で、最初はね、やっぱり初日やっぱり、まあ、こんな感じでね、みんなやっぱり静かな感じと戸惑った感じと、 もうなんかね、すごくこう、まあはっきり言ったら挙動不審な感じですよね。それが数週間でね、もう全然雰囲気違うもんね。でも、もう僕はね、だからヨガを15年以上教えてるわけですけど、改めてね、こうやっていろんな人にヨガを伝えていくことで、みんながやっぱどん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 変わっていくのって、やっぱりヨガってすごいなと思いますよね。だって数千年の歴史ですからね。だから数千年かけていろんな人たちがこうやったら幸せになれるんだっていうね、方法、だって数千年続いてきてるから、これは絶対間違いないんだよね。そこにはね、すごくだから自信を持ってるんですよ。ただね、ヨガを学べばみんな変わりますよ、絶対。だけど、なんせいいかな、ここでね、僕の話を聞いてるだけでは申し訳ないけど、それは変わらないんですよ。
棚からぼた餅っていう言葉ありますよね。棚からぼた餅なんか絶対に落ちてこないですから。いや棚からさ、棚からぼた餅落ちてきたら気持ち悪くない？だってこれ超常現象だよね。だから棚からぼた餅は絶対落ちてこないからね。だから僕の話を聞いてるだけでは絶対変わらないんですよ。なので皆さんに一つだけしてほしいことは、ここで聞いた話をね、ぜひ日常の中で実践してほしいよね。だから実践すれば絶対変わるから。だから実践してもらうことったって何も難しいことじゃないですから。誰でもできることね、誰でもできることしか伝えないですから。だから話を聞いてるだけじゃなく、ぜひ日常の中でね、ヨガの教えを皆さんは実践してください。そうするとどん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 こう変わっていきますから。でね、早速ですけど、じゃあね、僕らはこのトレーニングで何を目指すのか、まあヨギーになってほしいってことね。だヨガを日々実践する人のことを、まあ、ヨギーってわけ。まあ正確に言うとね、女性の場合はヨギーにっていうんですけど、まあ、混乱するややこしいので一応、まあ、ヨギーということにさせてもらいます。ヨガの実践者ね、日常でヨガを実践するヨギーね。でどういうヨギーになってほしいかというと、これはねカルマヨギーってやつ。カルマヨギーっていうのは一言で言えば与える人、与え続ける存在になるということ。あのカルマっていうのはこれね、カルマっていうのはヨガの言葉サンスクリット語ですごい大事なのでぜひ覚えておいてほしいんですけども、カルマっていうのは日常の行いのことね、日々の行いのことをカルマって言います。だから日々の行いを実践する人ね、でどういう実践をするか、その行いを自分のためじゃなく誰かのために与えるということをするっていう、それをカルマヨギって言うんですね。でなんでそんなね与えるようなことをしなきゃなんないのかというと、これは自分が幸せになるための一番の近道だから。だからヨガっていうのはね、ね、さっきも言った通り、ね、数千年の知恵なんですよ。いろんな人たちが自分の体と体を使ってね、いろんな実験をした結果、こうやったら幸せになるよ。そうするとね、だからいろんなテクニックあるんですけど、一番の近道は与える存在になることね。カルマヨガをする人なんですよね。まあね、そうね、ヨガのね教えっていうのはだから数千年かけての知恵の蓄積なわけなんですけども、まあ目に見えない宇宙の法則なんですよね。これどういうことかというとね、科学では証明できないの。科学でなんか証明できないけども、数千年かけていろんな人たちが実感してきたことなので、やっぱり間違いない、そういう目に見えない宇宙の法則絶対あるね。それがねヨガの教えなんですけど、で今話してるのはカルマってやつ。カルマっていうのもだからその目に見えない宇宙の法則、宇宙の大原則の一つね。でカルマってさっき言った通りね、自分の日々の行いなんですよ。で何か自分が何かをするとね、何か行いをする、行いをするってことは必ず誰か相手がいるわけですよ。そうすると自分が何かをしたらその結果が必ず将来自分に返ってくるんだよね。だからカルマっていうのは自分の行いと同時に将来返ってくる結果、これを2つをカルマと言うんですよ。いい？自分の行いとそれを原因とした将来の結果ね、これカルマっていうの。なのでね、一般的にはいいことをしたらいいこと返ってくるし、悪いことをしたら悪いこと返ってくるよってよく言うじゃない。これ正確ではないんだけど、今の段階ではとりあえずそう思ってて、いいことをしたらいいこと返ってくるし、悪いことをしたら悪いことってくる。こんなの科学では証明できないよね。科学では証明できないけど、きっとねそうなってますよね。そうなってると思いませんか？なのでじゃあね、自分が幸せになりたかったらどうするか、周りの人を幸せにすればいいんですよね。っていうことよね。だから自分がだから与えられたければ与える存在になるんですよね。だけどね、人間ってね、そんな当たり前のようなことなかなかね実践できないんですよね。いや人間ってね本当に愚かだと思うんですよね。本当自分勝手で、与えないで
もらおうとばっかりそうじゃない、いやいや奪おうとするじゃないいろんな人からそうじゃない、人間ってね、相手から愛情を奪おうとしたり、相手からエネルギーを奪おうとしたり、だからとにかく、だから自分さえ良けばいいっていうの存在でもあるわけよ。だから相手なんか与えないで、もうとにかく自分が欲しいんだよ。さあ例えばね、僕は昔はあのヨガを教えるような15年以上前なんですけども、その前はあの、まあ、税務署にいたんですよね。税務署でしかもその取り立ての仕事をしたんですよ。もう非常に過酷なストレスの、多い仕事だったわけですよね。でさ、税務署にいた時からうちのかみさんとは結婚したんですけど、結婚して17年なんですよね。だからそのヨガに出会う前ね、まあ、税務署にいた時の僕はやっぱりね、かなりもうストレスで体もすごく疲れてたので、家帰ってきてかみさんにさ、いやちょっと今日疲れたから肩揉んでくんねえかつって、でうちのかみさんが優しいから、あいいよつってさ、もう結構ね20分30分ずっとこう揉んでくれたらね、肩あれだったら今度ちょっと肩甲骨もなってちょっと寝なさいなってさ、いろいろマッサージしてくれるわけよ。いやいい神さんに当たったなと思ってさ、ほんでまた次の日ってまた、いやちょっと今日肩もあれこうやって揉んでくれてさでその、ま、な毎日そんなの続いてるさ、ある時に神さんがさ、あんたさ、あんたやってもらったばっかりだけどさ、私にちょっとたまに揉んでくれたりしたらどうっていう、それは言うよねそういうもんでしょ、だから相手から奪ってばっかり言ったらねえ、それがだからいざことになるわけですよね。だ今違いますよね、だからね、だからヨガをするようになってからは、いや今うちのかみさんちょうど4月で移動になって、仕事移動になったんですけど、すごいなかなかやっぱりハードな場所にね移動になったもんですから、だから自分がされる前にですよ、いや仕事変わってて大変でしょうなんてさ、肩でも揉むかいなんてさ、もう肩揉むわけですよ、ね、もう20分30分揉むわけですよね。そうするとさ、うちのかみさんは何も言わないんだけど、いやあんたって疲れてるでしょって、じゃあ今度はね私がやってあげるって、そういうもんだよね。だからそれをだからいいことしたらいいこと返ってくるし、悪いことしたら悪いこと返ってくる、そういうことだよね。だから昔はあのね、僕はそのあれですよ、だから税務署にいた時、あのね夕食がこう出てくるとさ、いや今日俺肉食いたかったんだけど魚かいみたいなさ全然量ないじゃんみたいな、であの食べてみるとさ、俺結構しょっぱいの好きなんで、ちょっと味薄いななんつって、で醤油をどうどうかけたりしてさ、そんなこと毎日やってたらさ、あんたさちょっとさ一言ぐらい美味しいとか言えないもんなのみたいなそんなに言うんだったらもうね、あんた自分で作んなさい、もう二度と作んないとか言ってさ、だからこれね、相手に不平不満文句を言うってことは、これは与えてますか、これ奪ってるからね、奪ってるよこれ。いやだから相手に文句言ったり不平不満を言うとね、相手の心のエネルギーってどうなりますか、下がるよね、エネルギーが下がるって、からエネルギー奪ってんだよ、でしょ。なの で今だって違いますよ、だからね、もうだからヨガ学ぶようになってから、もうどんな料理が出てきても、もう口に一口入れた途端に、いや美味しいわこれもう無意識だからもう言葉一つだから与えるってことですよね。だからもう食べて、もう美味しくても美味しくなくても全然構わないから、とりあえず、ああ気持ちは関係ないから、とりあえず、いや美味しい、もう最高ね、やっぱりね、もうあれだ、コンビニのご飯と全然違う、もうここで食べるのが一番いいとかさ、適当なことがどんどん出てくるわけよ。そうするとうちのかみさんはあれですよね、次の日になってきたらさ、なんかケーキとか買ってきてくれたよね、ああいつもその安い発泡酒だったのがさ、エビスビールが出てきたとかね、そういうもんじゃないですか、人間関係ってそういうもんだよね。家族だってそんなことですからね、職場だったり、ね、友達だったりさ、こんなね簡単なこと、これ全部さっき言ったカルマの法則ですよね。いいことしたらいいこと返って、悪いことしたら悪いこと返るね、相手からだから奪わないようにするだけ、不平不満を言う代わりにさ、心にもないけども相手を褒めたりさ、いやいつも綺麗だね、可愛いねとか言ってあげるだけで返ってくるんだよね。嘘だと思って絶対やってみたらいいですよ、これ。だからね、ヨガの教えはだからこういう実験よ。ね、自分の体だったり、ね、周りの人間関係だったり、はっきり言いますけどね、家族とか夫婦関係とか、これは実験のためですからね。いや、だってそうじゃないですか。ものすごく好きになって結婚したとしてもですよ。結婚してる人今どれぐらいいます？この中で。ああ、3分の1ぐらいかな。
そう思いませんか、ね、ものすごい好きになって結婚するんだけど、だけどものすごい好きな期間って3年ぐらいなんだよね。もう脳科学的にそう言われてますから、もうだから好き好き好きっていうのがさ、そんな一生なんか続くわけないもんね。頭おかしくなって生活できないもんね、そんな。いやそうなってんのよ、だから生物学的にもう好きっていう期間はもう3年ぐらいしかなく、残りはどうなるかって言ったら、だからあれだよね、うちはもう結婚して17年でしょ。でうちの両親なんかは金婚式迎えるからもう50周年ぐらいでしょ。50年他人とずっと一緒にいるんだよね。そうするとどうなるかというと、まああれだよね、ハゲ、あの足のさ、あ、え、箸、あ、言葉なんか何人なのか分かんない、あの相手のだよ、だからうちの母さんよく言ってるんだけどさ、もうね、お父さんのさ箸の上げ下ろし、もうなんかつまんでこうやって口に持ってくのさえもう嫌だって言うもんね。だからさ、ほっとくとそうなのよ。だからもう他人とずっといるとさ、もう何か何も嫌になるんだけど、これはもうだから、あ、実験なんだなと思わなきゃ。だから夫婦っていかにね、そういうほっとくと気まずくなるような、そして嫌いになるような関係をどうやったら幸せな関係に変えるのか、どうやったら楽しくなるのかって、もう実験しかないから、わかる？だからこれほっとくととんでもないことになるよ。もうだからそういうふうに自分の人生は実験だと思うよ。自分の体はなんでこれ与えられたのか、実験のためですよ。自分がどうやったら幸せになるかだよね。いい、だから手っ取り早いのはとにかく与える存在になるってことね。だってね、考えてみて、もしですよ、ね、ヨガの先生、インストラクター、これはどうですか？皆さんの前に立って与える人ですか、奪う人ですか？与える存在ですよね。ヨガの先生はだから生徒に元気を与える存在でしょ。何か気づきを与える存在ですよね。これどうですか、ここに立ってる人がさ奪う存在だったらどうですか？いや、もうさ、なんかもういつも辛いんですよね。なんかさ辛いことだらけ、もうこれみんなさいっぱいいるからさ、皆さんちょっと僕に元気をくれませんかっていう人だとどうします？いや、そんな人いないじゃんって思うかもしれないけど、いや、こうやって口には出さないけど、そういう人でここに立ってる人いっぱいいますからね。口には出さないけど、だからもう毎日毎日辛いっつって、だからそういうのだと顔の表情とかに現れるけど、その人の雰囲気とか、ね、その人のエネルギーに現れますから。だけどそうやって、いや毎日つらいつらいつらいっつってここに立って教えてる先生なんて全国にも山ほどいますからね。でもそんなもんですよ。だからその人たちはだから教えるテクニックはすごい上手いかもしれないですよ。だけどヨガの教え、ね、カルマヨガみたいなね、与える存在になるというような実践を日常で実はしてなかったりするんだよね。だからね、僕らはとにかくそのね、日々の実践をすごい大事にしてますからね。カルマヨガであったり、その瞑想だったりね、それによってね、自分はやっぱり中身から変えてですよね。中身から変えて、そしてこう人前に立っても与えることができるような存在にならないとダメってね。だって与えるものがないとさ、与えられないから、生徒から奪っちゃう存在になっちゃうから、これは絶対ね、避けた方がいいですよね。とにかく皆さんはね、この瞬間から、今の瞬間から与えるために生きれば幸せになれるんだって気持ちをね、切り替えてみてください。それでね、随分変わりますから。何も難しいことないでしょ、さっきの話聞いてればね。自分のだから家族に接するときにも、何か言葉を発するときにさ、文句を言って奪う、無駄なエネルギーを使う暇があればですよ、心の中では思ってなくたって、相手を喜ばせるような言葉を使ってみたりすればいいんですよ。ということで、じゃあまず今日ちょっと皆さん初めてなんですけど、あのね、4人ずつのチームグループになってもらって、こういうお話してもらいたいんだよね。今の皆さんの今の時点で、皆さんだったら周りの人に何を与えることができるかなっていうのを、ちょっと4人でお話をねしてほしいんですよね。4人ずついんだよね、だって20人だからね、うん、でそうね、今日こうやって皆さん見てみると、ちょっと皆さん結構賢そうなので、話す内容をちょっとレベルアップ、ハードルを上げようと思うんですけど、皆さんがだからね、今の時点で皆さんそれぞれがね、今の皆さんそれぞれが与えられるもの
一つは自分の身近な人に何を与えられるのかな、ね、家族だとか友達、これが一つでしょ。でもう一つは不特定多数の人、結構レベル高いよね身近な人に与えられるものと不特定多数の人に与えられるもの、例えばコンビニの人とかさ、例えばこうすれ違う人とかさそういうものがあるのかないのか、もっと言うと身近な人にも不特定多数の人にもどう誰にでも与えられるようなものはないのかみたいなことでちょっと4人でね話し合ってみましょうか。